浜田知事は今日の定例会見で、政府が防衛力強化のために県内3つの港を特定利用港湾として整備することについて、有事のリスクは限定的と述べました。政府は有事に備え、自衛隊や海上保安庁が訓練などで利用できるよう、高知港、須崎港、宿毛湾港の3港を特定利用港湾として整備したいと県に要請。県が先月、受け入れる旨の回答をしたことについて、リスクはないとは申しませんけれども、それを十分に大きく上回るような十分なメリットが認められるというふうに判断をしたからということであります。受け入れるメリットとして、港湾の整備に政府から28億円の予算が充てられることや、自衛隊の船が港湾で訓練を行うことで、大規模災害の時に迅速な対応につながる点を挙げました。一方で県民からは、有事の際に自衛隊の拠点とみなされて攻撃されるのではという不安の声が上がっています。受け入れを見送った県もあると記者から問われると、沖縄県さんの場合は辺野古の基地の問題、そして鹿児島県の場合も馬毛島のこの基地の問題、まさしくリスクに関するですね、ご関心も高いということで、より慎重に、また地元の皆さんへの丁寧な説明ということを要求をされておった。浜田知事は政府の要請を受け入れることと、自衛隊が有事の物資輸送のために港湾を使用することとは切り離して考えるべきだと述べました。また今月1日から始まったどっぷり高知旅キャンペーンにどう取り組むかを問われ、今のところコスプレは考えておりませんけれども、長期滞在とか観光客の方々との交流を通じて地域を元気にしていくと、そういう趣旨も込めたキャンペーンなんだということを、私自身の言葉でしっかり訴えてまいりたい。